Всем привет! Всем привет! 今日はスペシャルゲスト、いずみちゃんです。いずみちゃん、ゆか。今までの難しい日本語っていう動画を作ってた時に、みんなさんに高評価していただいて、で結構自分的にも面白いテーマだと思いましたし、これからもなんか友達とか他の人にインタビューして、日本語で何が難しいかっていう、まあ多分それぞれ人も違いますから、他の人にも聞いてみたいと思います。で今日は、同じロシア語圏の友達なんだけど、ウクライナからのウクライナ人のウィカですね。でもそもそもネイティブはロシア語だから、一応ロシア語なんだけど、他の国の外国人として日本語で何が一番難しいですか？前回のアシアの動画で漢字の書き方難しいと言いましたよね。で、私は漢字の書き方は、なんとなくできますけど。え、できる？私できない。なんとなく。どうして漢字書いてるの？分かってる言葉、知ってる言葉を、大人全部書けるなんだけど、分かってない言葉とか、新しい言葉を絶対に読めない。漢字の読み方はめっちゃ難しい。そうね。だから、新しい言葉があったら、読めないから、調べられない。じゃないですか。そうね、それはだからアプリ使って書き方を最初この漢字を書いて、で読み方を調べてから意味を調べるということに、調べるということで、だから読み方はすごく難しいです。そうね、本とかもどっかに出てきて読み方が書いてない、上に書いてないと難しいよね。調べられないもん、こう携帯で喋ってそれを読み方出てきたらそういうのはあればいいよ、ね、あるかな分かんない。でもし知ってる人がいればコメントで教えてください。こうやって形変えてできるんだけど、ドキドキ形変えても出てこないんだよ、漢字、ね、何の漢字分かんない。で読めないから本とか雑誌を読みたくないあでも読めないわけじゃないんだけど、頑張ったら意味分かってる分かるなんだけど、読めたくないです。全然、大学生なんだけど本を読むのは苦手、ね、うん、そうね、本を開けると漢字がバーって巡りたくなるでも時々本とか雑誌でたまに書いてあるついてるものとかあるから、小学生用の漫画とか雑誌でも見たことある気がする。そういうものがあるといいよね、もっとそういうものがあれば外国人に優しいで、次はあとは和英語だっけ？和製英語？和製英語？って呼んでる言葉ですね。自分が英語が超上手って自分が言うとおかしいかもしれないけどそう思ってるから、英語わかってると日本語で和製英語わかるかな？和製英語わかるかなと思ったらやばいよ本当にこの間体育の授業の時は先生はいつも「どんまい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 」って言って、最初は「はあ」って「今何言ったの？あ、変な言葉な」と思って友達に聞いたら「あ、don't mind mind」って英語の言葉をカタカナで書くと「どんまいどんまいどんまい」全然わからなかった。あ、でも聞けばなんとなくわかる。それはまだ音が大丈夫だけど、もう全く違うもの、前言ったけどホチキスとかって和製英語だけど、その英語でホチキスって言わないじゃん、ステップ言わない。あ、なんだ、そう言わない、ステップだから。こういうものとか不思議だよね、違う言葉だから。そう、英語と全く違う。あ、スタイルとか、スタイルあるよね、スタイルがいいとか。あ、スタイル、違う違う、スマート、スマート、この頭がいい意味の英語で。スマートは英語で頭がいい、だからスマートフォン、スマートフォン、頭がいい携帯としてね。でも日本語でスマートって、そう、英語がいいことについてになる、スタイルがいい、そう、本当はカタカナにしたらスリム、スタイルがいい。でもなぜか不思議だね、なんで分かんない。あとそのスタイルも言ったよね。スタイルはロシア語でとか、その同じような英語で言うとスタイルってファッションのことだよね。でも日本語で大変、そう、そのスタイル、体のスタイルがいいっていうけど、面白いよね、そういうのは。確かに分かりづらい、慣れると分かるけど最初はえってなるよね、確かに。
で、これだけじゃなくて、最初日本に来た時はコミュニケーションとかね、うん、日本語で使いたい時は、うん、英語の発音で言っちゃって誰も分からない。ああ、そうそうそう、それは多分私はコミュニケーションがいい、はーっていうのは、まあ、コミュニケーションはまだまだ分かるんだけど、うん、時々英語のなんかこのドアとかドア、ドアでしょ、そう、ね、日本語で、で全然分かってくれない時ありました、うん、ちょっとそうね、英語の発音で言うと多分ちょっと日本人も分かりにくいから、多分カタカナで言った方が、確かにそうだね、その英語だからといっても英語じゃなくて、その、まあ、もう日本語になった英語みたいな。それから敬語ですね。敬語 ね、 私も敬語難しいよ。敬語は一番難しい、使えないから難しい、難しいわけじゃないなんですけど、なんか使えないから忘れちゃう。そう、使う機会がなくて、普段私もね、一応難しいんだけど、前動画にしなかった理由は、まあ、普段なんか使わなくても多少使えるけど、なんとかでございますみたいな、なんか多少使えるから、うん、多少使えるからいいんだけど、まあ、外国人だからその分許してもらえるし、でも本当はね、本当は完璧にできないとダメだね。でも普段ね、大学生とか、まあ、そんなに使う機会がないから、会社に入ったら、あ時々はなんか先生がいらっしゃいますとか使うんですけど、うん、もうめんどくさくて、先生いますかとか。そうね、マスキーにしちゃっても大丈夫みたいな。だから大丈夫だよね、大学も普通に、うん、でもよくなんか接客業とかで学べるよね、うん、なんか店員とかになんか言われたらいつも敬語使ってくれるから、それは勉強にすごくなる。だからよく店とかに行って店員とかでなんか相談すると、何かよくその敬語の勉強になるし、うん、あと電車とか、電車が参りますそれも一応敬語だよね、敬語も、うん、何か参る、来るじゃなくて参るみたいな、その、ああ参りました、参りますとか、そうですね、うん、全然使わないから、伺いますとか、下手お伺いしてもよろしいでしょうか。上手じゃないの、もう私は。いや、なんかよく耳に入るとなんか覚えちゃう、うん、ビクトリアさんの難しい日本語をお伺いしてもよろしいでしょうか。かしこまりました。じゃねえよ。はい、はい、かしこまりました。ちょっと違うね、まあ、かしこまりましたも英語、よろしい、あ、英語じゃない、よろしいでしょうか。敬語一緒になっちゃった。はい、こんな感じで、まあ、ビクトリアさんが言ってもらったのは、ビクトリア、リカちゃん、トリちゃん、トリちゃん、ちゃんでいい、唐揚げ食べた、唐揚げ。すいません。昨日唐揚げ食べた、違う、昨日じゃない、土曜日。ということで、友達に、すいません。友達が言ってもらった、難しい日本語は、漢字の、そう、読み方は書いてない時の、読み方の調べることと、あとは和製英語と敬語は確かに、まあ、多分外国人みんなそうなんじゃないかな、みんな敬語難しいと思います。多分日本人も難しいかもしれない。日本人も、ね、難しいよね、うん、使う機会がないと特に。ありがとうございました。ありがとうございました。見てくれてありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。はい、ゆかちゃんのチャンネルもお願いします。バイバイ。バイバイ。